久保さん。あのー、有名な本というかニッチな本なんですけど、神との対話っていうね、本があるんですよ。で、まあ、今回は神と神の対話にしましょうか。久保哲郎という神と僕という神の対話ですね <laughs>。<laughs> まあ、あの久保さんの宇宙、僕の宇宙、それの対話っていう。で、僕が行き着いた答えっていうのがあって、あのー、まあ、久保さんが前回の動画でそのヤマト君の話をしてたんだけども、 あのなんだ、あのー、まあ、しれないから、自分で考えて感じ取るしかないと。今、腹減ってんのかなとか、痛いのかなとか、うんこしてんのか、しょんべんしてんのかなって、自分で考えないといけない。これは、キットに対してもそうだと思いますし、R34 に対してもそうなんですよ。自然もそうなんですけど、要は、んその物事、現象に対してどう感じるか、思うかが、人生のすべてであると。まあ、ちょっと哲学ですけど。 そう。だからその、まあ、わかりやすく言うならば、雨が降った時、晴れた時、そ、そこに対して、えー、どう思うのかっていう。だから、なんだろうな、あのー、か、世の中には変えられるものと変えられないものがあるんですよ。で、変えられないものを見た時にどう感じるのか。だかいきなり大和くんがね、いきなりネイティブで日本語いきなり喋れるっていうのは変えられないじゃないですか、さすがに。こ順番がありますからね。じゃあ今、現状はこうだと。 じゃあそこに対してどういうふうに汲み取ってどういうふうにリアクションするのかどう感じてどう行動していくのか多分それが人生だと思います、うん、でも多くの人はそのこれはもう自分的自分がどう感じてどう動くかなんですけどもほとんどの人っていうのは自分がどう感じてどう動くかよりかは何を優先にしてるのかっていう何でこれ生きづらくな生きづらいのかっていうとその自分っていう存在があって自分っていう人間があるんだけど 自分じゃないんですよ。つまり社会的影響だったりとか周りの目だったりとか人間関係とかそこに影響を受けてそこから判断基準をしているところが非常にそういう生き方をしてるんですよね洋服を選ぶ時もそうでファッションとかもすごくそうですよねまあファッションが自分が好きだっていうことだったらあれなんですけどまあこの服装で出たらどう思われるかなとかわかりますでそういう要素が入るわけですよ 例えばまあ、これはまあ犯罪なのでやめ,たやめた方がいいと思うんですけど、裸で歩いたらね、捕まるじゃないですか。でも、ある国というか、ある島とかはね、もうその、服なんか、そもそも着るもんじゃなかったと。っていうか、服なかったんだから裸で過ごそうぜ、みたいな、なんかビーチとかがあるんですよね。あのー、世界のどっかには、裸ビーチみたいな、裸村みたいなね <laughs>。だからまあ、なんだろうな、文明が発達して情報が出た、出れば出るほど、 人はいろんなものに影響されて自分っていうものを見失う生き,生きづらくなってきたっていうねだ昔の方が生きやすかったでもこれはその、うん、便利と引き換えに失ったものですよ昔はその洋服がなかった時は洋服を選ぶという悩みだったりとかファッションの悩みってはないわけですよ原始時代にファッションの悩みなんかないわけですよね今何の服着ていこうかなみたいな悩みがあるわけですよそれは服があるからです ね、車も、車がなかった時代は、車、どんな車乗りたいっていう悩みもないし、どんな車を乗りたいっていう思いもないし、なんだ、えっ、ー、と、くそ、あのフェラーリ、あのくそベンツ、みたいなね。あの、なんで俺は軽自動車なんだ、みたいなね。うちのか、うちはずっと軽自動車だっていう妬み嫉妬もないし。 だでも便利なものが出れば出るほどいろんな情報が出,るほど出れば出るほど人っていうのは影響されてで自分を生きてるようで自分を生きてないっていうねだから自分を生きるっていう哲学っていうのはその変えられないものをどう感じるのかっていうのがすごく大事ですそこに対してどういう感じてどう行動していくのかっていうねこれはね超難しいのでまあ,あのなかなかそのマスターできないんですけども、まあ、これをマスターできると めちゃくちゃ生きやすくなりますね。自分を、自分を自分で生きられるというか、でも多くの人は自分を生きているようで自分を生きてないと。周りを生きていると。社会を生きていると。会社を生きていると。会社の目、社会の目、周りの目。それで生きているので、自分の目でしっかりと、自分の意志で、自分の目でしっかりと歩くっていうのは、実はできていないということですね。いってらっしゃい。